ジャグリングをするロナルド・グラハム・ロングラハムこと、ロナルド・ルイス・グラハムは、アメリカ合衆国の数学者である。スケジューリング理論、計算機科学、ラムゼイ理論、純ランダムネスの分野において、重要な研究をしており、近年における世界的な理算数学の急速な、発展の主要な立案者の一人であると、アメリカ数学界から認められた。彼は、 カリフォルニア通信情報技術研究所にの主任科学者であり、カリフォルニア大学サンディエゴ校の計算機科学、工学のアーウィン・ジョアン・ジェイコブス教授だった。グラハムはカリフォルニア州タフトで生まれた。1962年にカリフォルニア大学バークレー校で数学の PHD を取得し、同年よりベル研究所に勤務した。同所に37年間勤務して、最終的に 情報科学部門の管理者となり、1999年に退職した。彼の1977年の論文は、ラムゼー理論に関する未解決問題について考察したもので、その回の推定値の上限として、巨大数を与えた。この数は、グラハム数と呼ばれており、数学的証明において使用された最大の数として、かつてギネス世界記録に掲載されていた。現在では、 ツリーなどのそれよりも大きな数が知られている。グラハムはエルデシュ数の概念を普及させた。これは生涯で大量の論文を発表し、その多くが教著であったハンガリーの数学者ポール・エルデシュにちなんで名付けられたものである。ある科学者のエルデシュ数は教著の出版物で科学者同士を結びつけた時にエルデシュ場でたどり着く最小の科学者の数と定義される。 グラハムのエルデシュ数は1である。グラハムはエルデシュと30件以上の論文を共同で発表しており、良い友人でもあった。エルデシュはしばしばグラハムの元に泊まり、数学論文や収入の管理さえグラハムに任せていた。グラハムとエルデシュは若くして脳腫瘍で入院した数学者、ジョン・フォークマンを二人で何度も見舞いに行っている。エルデシュの死後はグラハムが エルデシュの問題の検証金の管理を行っていた。1993年から1994年まで、グラハムはアメリカ数学界の会長を務めた。グラハムは、リプリーズビリーブイットアノットで、世界有数の数学者であるとともに、高度に熟練したトランポリン選手及びジャグラーでもあり、国際ジャグラー協会の元会長としても紹介されている。ハンガリー人数学者。 ピーター・フランクルはグラハムに会ったことでジャグリングを始めた。左から、ポール・エルデシュ、ロナルド・グラハム、グラハムの妻のキンポーヨー彼は約320の論文と5つの本を出版した。その中には、ドナルド・クヌース、オーレン・パタシュニクとの協調のコンクリート・マスマティクスもある。彼は、カリフォルニア大学サンディエゴ校のインターネット数学の赤前教授であるキンポーヨーと結婚している。 2020年に84歳で亡くなった。2003年、グラハムはアメリカ数学界のスティール賞生涯業績部門を受賞した。この賞は同年1月16日にメリーランド州ボルチモアで開催された合同数学会議で授与された。1999年、彼はアソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーのフェローに就任した。グラハムは長年にわたって 他にも多くの賞を受賞している。彼は、応用数理学会のポリア賞の最初の受賞者の一人で、あり、インスティチュート・オブ・コンバナトリックス・アンド・イッツ・アプリケーションズのオイラーメダルの最初の受賞者の一人でも、ある。ありがとうございます。